皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は、滝沢の楽しい音楽の授業ということで、第2回目の今回はリズム感というものについてお話をさせていただこうかなと思います。第1回目は音感というものについてお話をさせていただきまして、2回目はリズム感という感じです。で、この音感と同じような感じで、リズム感に対してネガティブなイメージといいますか、苦手意識といいますか、僕はリズム感がないからこれこれができなくて、なんて、そういった方すごく多いと思うんですけれども、音感と一緒でリズム感がゼロという人はなかなかいないと思います。もしリズム感が本当にゼロだったならば、歩けない、走れない、泳げない、バイク乗れない、車乗れないとか、あと単純にこう喋ることに対してもかなり影響が出てくると思うので、ゼロっていうのはなかなかないということをですね、考えていただけると、分かっていただけると嬉しいなと思います。そんな話をさせていただく予定です。で、それに伴って、リズムってこんだけ面白いんだぜなんていう話もさせていただきたいなと思いますので、よかったらお時間あるときにダラダラと見ていただければなという感じでしょうか。はい。では、行ってみましょう。余談からスタートします。余談からスタートです。ヤマハさんに行ってみました。ヤマハさん。銀座のヤマハさんですね。ヤマハ銀座店。銀座に行く用事があったので、ヤマハに冷やかしに行ってやろうみたいな感じでこう遊び行ってみたんですけども、なんか面白いものがあったので、なんか衝動買いをしてしまったと。そういうパターンのやつです。銀座のヤマハさんで買い物すると、こんなシャレオツな袋に、ね、入れてくれてね、びっくりって感じですよ。もうヤマハさんのこのビルディングの立派パップリにもびっくりだし、銀座にびっくりって感じですね。銀座に面食らった感じです。なんかユニクロとかが、なんかすごいもうバーンって、なんかユニクロドーン、おおみたいな、なんかそんな感じの銀座ならではの街並みっていうんですかね、パワーっていうんですかね、行ったことある方はわかるかと思うんですけど、とにかく半端なかったです、銀座。久々に行きましたけど。で、何を買ったかといいますと、レモのこちら、ババンバランバンバン、太鼓ということで、太鼓を買いました、フレームドラムという太鼓みたいです。僕もこれ全然知らなかったんですけども、お店でなんかちょこちょこ遊んでたら面白くて、2600円だったら買ってもいいかなという感じで、なんか衝動買いをしてしまいました。フレームドラム。この、ね、枠にヘッドが貼ってあるだけというね、なんともシンプルなフレームドラム。こういうのすごく好きです。で、説明書がついているんですけども、なんか説明してくれているのかしてくれたいのかよくわからない感じなんですが、ちょっと読んでみます。フレームドラム。英語だな。The frame drum originates from the Middle East and is among the oldest of drums. だから、フレームドラムはミドルイーストからなんかこう来てるぜ。で、めっちゃ古いドラムの仲間だよということです。フレームドラム can be played using a traditional style with fingers.Striking Age of Drum Producing a Tacton ということで、ドラム、このフレームドラムはトラディショナルな指のスタイルで弾いても叩いても超生きてるし、端っこの方をスパンってやるとなんかこうタクトーンというのが、タクトーンというのが出ていい感じだぜと言ってます。It can be also be held with one hand and played with a soft mat or straddle between the knees like a bongo drum ということなんで、フレームドラムはこのワンハンドで演奏しても超いい感じだし、ソフトマレットっていうなんかこう棒みたいなのがあるんだけども、それでこう演奏してても超いい感じだし、あとこの2の間にこの挟んでボンゴドラムっぽく演奏してもマジ超いい感じって言ってます。Whether you're a professional drummer or just want to have fun at a drum circle with your family or friends.The Lemo Frame Drum will meet your highest expectations for sound quality and durability. ということで、なんて言えばいいんだろう。もしお前がそのプロフェッショナルドラマーであろうと、このドラムサークルとかって、家族とか友達とかで楽しみたいだけであったとしても、このレモフレームドラムはマジお前の期待にすっげえ応えるし、この高品質なサウンドとか、あと、耐久性とかで、なんかお前の期待にマジ、このお前の期待をマジぶっ壊す。ぶっ壊しじゃないか。お前の期待にマジ応えるって言ってます。要約すると、とにかく古いということですね。で、どんなスタイルで弾いてもいい感じだし、なんかここね、自分に遊んでくれよみたいな、なんかそんなことが書いてあるような感じでございます。で、どんな音がするかっていうと、なんか
こんな感じの音。まあ、多分こうタンパリンっぽく持って、演奏してもいいし、ジャンベとか、ジャンベじゃないか、ダラブッカとかドゥンベクとかみたいにこう構えてる。こう遊んでみてもいいし、説明書に書いてあるように膝に挟んでボンゴドラムっぽく。遊んでもいいしという感じで、まあ、自由な発想で遊んでくれよと、まあ、そういう感じだと思います。まあ、見るからにすごいこうね、なんか古い感じですもんね。すごいこの、なんていうんですか、モダンの要素ゼロな感じ。なんかすごいこういうの好きです。なんか適当に扱える感じがすごく好きです。まあ、前置きは長くなりましたけれども、今回はこのフレームドラムというのを使ってですね、そのリズムの面白さみたいなのを話をしてみようかなと思います。とりあえず、まず知っていただきたいのは、人の耳というのはすごい能力を持っているということなんですよ。その自分の耳で聞いたときに、音をリズムかリズムじゃないかを判断することができるんですよね。例えば、全く同じ強さで、ずっとこう同じリズムで何かしらこう音が鳴っているとします。こんな感じ。同じ強さで、一定のリズムでひたすら音が鳴っていると。この音を聞いたときに、人の耳はこれはリズムじゃないって判断をするんですよ。何かしらのこのお知らせかなとか、警笛かなとか、警報かなとか、なんかこう合図出しているのかなみたいな感じで、楽しむという要素はここには見出せないわけですよね。ところがどっこい、同じリズムであっても、強弱がついていたりとか、音色が変わったりとかすると、人の耳はこれはリズムだと認識することができて、その音を楽しむことができるんですよ。ちょっとやってみます。無機質なパターンはこんな感じ。で、ここからメリハリをつけていきます。どうでしょう。一気に印象変わりましたよね。もうちょっとこうノリノリでやってみたりすると、ワン、ツー、スリー、フォー。どうでしょう。なんかすごいこう急に楽しい音になったと思いませんか。普通にこう無機質なものではなくて、なんかこうリズムと認識して、なんかこう楽しいとか面白いとか、なんかノリノリというか、体が動くというか。なんかそんな感じのね、この特別な何かサムシングを感じたかと思うんですけれども、これはもう人の耳がすごいからであって、そして今聴いてくださった皆さんの耳がリズム感、こうどっちかというと心感、その皆さんの体の中にリズム感というものが存在しているからなんですよ。もしリズム感がゼロだったらば、音感と同じような感じで、同じ強弱の音と同じような感じで、そのメリハリをつけても全く何の楽しみも見出せないと。そんな感じになってしまうと思うんですけども、どうでしょうか。なんか楽しげな感じですよね。こんな感じで、ウキウキ。なんかそんな、まあ、僕は楽しそうですよね、とりあえず。僕は楽しいです。で、そんな感じで、皆さんリズム感を持ってますよみたいな感じで話を終わらせてしまうと、そうか、俺はリズム感を持ってるのか、よしよし、めでたし、めでたし、でってなってしまうので、まあ、ちょっとこう具体的にどういうふうに練習をすれば、どういうふうに意識をすればリズム感というものが身につくのか、そんな話をさせていただこうかなと思います。とりあえず、まあ、一番簡単で手っ取り早いのは、たくさんアウトプットをするということです。好きな曲、なんかこう好きな音楽とか好きなアーティストの音楽とかをバーッと流して、それに合わせて自分もこのリズムを叩いて演奏して、アウトプットをたくさんしていくと。平たく言うと、もうそれだけです。で、こういう太鼓を用意しろとかいうわけではなくて、もう叩く対象は何でもいいです。こういう壁とか柱とかでもいいですし、アコギのボディを叩いてもいいですし、あと普通にこういう段ボールとか、最高ですね。超いい感じです。いい音しますよね、段ボール。こういう叩く対象を何かしら用意して、ペンでもいいです。こういうのとか。叩くサムシングを用意して、音楽をかけて、それと一緒にこう、ね、バッ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 とこの演奏をしてみると。もう演奏っ
ていうと、なんかこう固く構えてしまうかもしれないんですけれども、音を鳴らして楽しめればいいんですよ。楽しめればいいです。楽しむのが目的です。ちょっと話の方向は変わってしまうかもしれないんですけれども、楽しめるってすごい高等技術なんですよ。楽しめる。例えば、今僕はその英語を勉強してますけれども、英語を勉強したての頃はその、ね、アルファベットを覚えたり、文法を覚えたり、単語を覚えたりみたいな感じで、その楽しむ余裕がないわけですよね。聞くので精一杯、話すので精一杯、書くので精一杯、読むので精一杯みたいな感じで、そこにはもう楽しむ余裕なんかもゼロと、何もないと。でも、それらが、ね、このある程度上手くなってきて、英語というものを習得してくると、聞いていてもその内容を楽しむことができたりとか、喋ることに対しても、ね、その誰かとカンバーゼーションすることを楽しめたりとか、そんな感じで楽しむという要素が出てくる頃には、ある程度その技術が習得できているというか、まあ、その楽しむということ自体はすごい高等技術だということを言いたいわけなんですが、何かしら その音楽をバーッと流して、一緒にこうリズムを叩いて、もうすごい楽しいなと思いとなれば、もうそれはすでにゴールという感じです。リズムがずれてもいいんですよ。楽しければいいです。もう例えば、イメージではその子供が手を叩いている姿とかをイメージしていただけるとすごく良いなと思います。なんかこうね、その子供の前で何かこうギターとかを演奏して、なんかこうね、子供がこう、ね、すごい楽しそうにこう、ね、わーみたいな感じでこうリズムを叩いている姿とか、まあ、よくあるじゃないですか。で、その手拍子はもう全然ずれていると。でもそれでもいいんですよ、楽しければ。なんかもう、ね、思わず笑顔になってしまって、こうハッピーになってしまうような、だからそのくらい この楽しさみたいなのをアウトプットすることに対して見出せると素晴らしい。ということでございます。で、その楽しむためにはどうしたらいいかという話をですね、2つだけご紹介させていただきます。楽しむためのコツを2つ。コツその1に関しては、メリハリをつけるということです。音色ですね、音色。低い音、高い音、この2つをコントロールするようにすると、すごく面白くなってくるかと思います。この手の太鼓だったら、真ん中ら辺を叩くと、低い音が出ます。で、高い音が出ると、あ、違うか。真ん中ら辺を叩くと低い音が出て、外側を叩くと高い音が出ると。これをもう、ね、自分の好きな順番で叩いていくと。交互でもいいし、2個ずつでもいいし、3個ずつとか4個ずつとかでもいいですし、何かこう不規則的に並べてもいいですし、低いと高いをたくさんこう並び替えたりとかして、リズムを楽しむ。これがまあコツ1です。で、この低いと高いの2箇所にフォーカスできれば、あとはもう何でもいいです。ゴーストノートという言い方をするんですけれども、合間合間の音は何でもいいです。もう何の音色でもいい。例えば、このゴーストノートが適当に16分音符であったとしますよね。で、これに合わせて高い音と低い音を低い、高い、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 ワン、ツー、ワン、ツー。これだけでもすごいなんかリズムっぽくなった感じがしませんか？なんかぐっと音楽らしさを身につけたといいますか。でも別にこの周りのコースの音に関してはもうどこでもいいですよ。別になんかこの枠でも。逆に難しいですけれども、枠でもいいですし、なんかこの辺でもいいですし、もう好きな叩き方、もう好きな音色、好きな場所を何かしらを見つけて、もう適当に叩きながら、低いと高いだけにフォーカスをしていくというのがすごいいいなと思います。段ボールなんかの場合だったら、この真ん中ら辺と端っこら辺を使ったりとか、段ボールを2つ並べたりとか、なんかこう大きい段ボールと小さい段ボールみたいな感じで、そうするともうその時点で音色の幅をつけられると。こんな感じです。なんかすごい段ボールなのになんかすごい楽器っぽいというか、あ、端っことか叩いてもいいですね、この辺。こんな感じで、なんか僕が言ってる意味わかるでしょうか。低い音と高い音、そしてその他大勢みたいな感じで音色の変化をつけると、リズムはもっと楽しくなってくると思います。まあ、もちろん難易度も上がってしまうんですけどね。まあ、この辺を意識すると、リズム感の習得に役立つのではないでしょうか。で、コツ2に関してなんですけれども、
リズムを刻むっていうのは、言い方を変えれば、見方を変えれば、時間を刻むことになるわけですよね。時間を刻む。例えば、BPM60 の曲があったとしましょう。BPM が60。これは四分音符っていう長さの音符が、1分間の中に60回鳴る速さで演奏してくださいという意味合いになるんですよ。なので、四分音符っていう長さの音符は、そのまま1秒になるということになると。1秒ということになります。で、大体の曲がその4分の4拍子っていう曲なのがあって、こんな感じで1小節が4拍から成り立っていて、この間が1秒。で、さらにその半分の8分音符に関しては、ここは 0.5 秒という感じです。まあ、細かいことは分からなくて大丈夫です。何を意識してほしいかというと、このゲージといいますか、バーといいますか、この頭の中でこの時間を区切るスペースみたいなのを作るわけですよね。どういうことか、もう少し具体的にやってみますと、例えば、ここと、ここと、ここと、ここに、フォーカスをして、ここで音を鳴らすみたいな感じでやったとします。ワン、ツー、スリー、フォー、はい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 、こんな感じです。で、途中でその白い丸をずらすわけですね。もうちょっとずらして、鳴らしているのはここです。右手で鳴らしている？ん？右手が鳴らしている？なんていうのかわからないですけども。で、この白いのが左手で叩いている場所。パン、パッパッパッパン、パン、パッパッパッパン、パン、パッパン、パン、パッパン、パン、パン。こんな感じ。なんとなく言ってる意味がわかるでしょうか。この辺の感覚を身につけるに、一番手っ取り早くて一番成功法なのが、音符の読み方を学ぶということです。まあ、僕は今その、楽譜を読もうという動画を出していて、まあ、初級編と中級編ってあるんですけれども、その辺のテキストをですね、全部学んでいただけると、僕が言っている意味が 100% 理解できると思います。まあ、音符が読めなくても、まあ、こういった意味、概念といいますか、意識はできると思うんですけれども、音符を読めた方が半端なく理解できると思うので、ちょっとこの辺を身につけたいなという方は、音符の読み方を学ぶことを強くお勧めいたします。で、ちょっと専門的な話になってきちゃうから難しいかもしれないですけども、さらにこの細かい音符があったりとかするわけですよ。16分音符っていうんですけれども。こうなったりとかしたときも、しっかりとここで鳴らす、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 ここで鳴らすっていう意識ができるといいですね。やってみます。右手がポン、ポン、ポン、ポンとある中で、こんな感じで音を鳴らしていく。もっとこの数を増やして、どうしようかな。タン、タンタタン、タタタン、タン、タンタタン、タタタン。こんなんとか。こんなんとか。もっと音を増やして、こういうところとか、なんかわかりづらくて、なんかいやらしいですね。こんな感じです。その頭の中でその、ここまでは具体的にイメージしなくてもいいですけれども、どういうタイミングで音を鳴らしているのかなと、なんとなくこう聞くだけとか、なんとなく叩くだけとかじゃなくて、明確にイメージをして、今この場所で、今このセグメントで音を叩いている、今このセグメントで音を叩いたみたいな感じで、強く意識をして、こういうのがもっと、ね、この具体的にイメージができなくなってくると、いよいよそのリズムを出すということが楽しいものに変化してくるかなと思います。そんな感じでしょうか。まあ、ちょっとまとめますと、第1にリズム感なんてのは誰でも持っているということです。で、第2にそのリズム感を養うためには、一番手っ取り早いのは、何か音楽を流しながら、それと一緒にこう、ね、物を叩いて、音を出して、アウトプットをして楽しむということです。で、もちろんこういう太鼓があってもいいですし、ドラムセットとか、なんかそういうのをこう、ね、始めるのもいいですし、
もちろん楽器をやるに越したことはないんですけれども、楽器じゃなくても大丈夫です。手でも大丈夫。段ボールでも OK。柱でも壁でも OK。で、第3としては、楽しむためのコツは2つある。1つは、高い音、低い音、何かをつけてメリハリをつける。2つ目としては、こういう感じで頭の中でどこで音を鳴らしているのかというイメージを具体的に意識するという感じです。この辺の話がですね、全部そのファーッと理解できて、実際にそのリズムを叩くこと、リズムを鳴らすことが楽しめれば、かなりリズム感がついてくるかと思いますので、ちょっと参考にしていただけると嬉しいなという感じです。結構今回も話は長くなりましたね。おっと、20分になってしまった。じゃあ、そんな感じで今回も終わりにしましょう。次回は、音感を身につけるための書籍といいますか、なんかそのグッズといいますか、そういったものについてお話をさせていただこうかなと思いますので、よかったらチェックしてみてくださいませ。そんな感じで終わりにいたしましょう。それではまた次回。さようなら。